きチャンネル。ジョン。こんにちは。さあサバイバルボーション今日は中日ドラゴンズ編。はい。最下位からの逆襲。うん。ね。でもサバイバルするとこあんのかな、二遊間以外で。まあ、二遊間はね常に課題ですけど ね、 ね、うん。でもキャッチャーはもう石川と宇佐美でしょ。はい、もうどっちかやな、うん、普通に考えても石川じゃなくて、あいつ木下、うん、木下と宇佐美だね、はい、もうどっちかじゃんね、うん、正直ね。でもここもう31歳33歳だから若いの出てこないとダメやね。宇佐美選手も31なんだ、うん。まあ、石橋がね、アジちゃん言ってたけどね、うん、ファースト、はい、中田でしょ、うん、もうここはねじゃビシエド補欠やな、代打代打の一番って、うん、ビシエド。でも外国人枠じゃなくなるんですもんね、うんうんうん、セカンドもうあれやな、もうサバイバル、サバイバル二遊間もサバイバルやろ。はい、だからいっぱいいますよ。セカンド、はい、福永、うん、村松、はい、田中、うん、でもこの3人じゃん。あと新人はあとこれか、津田、はい、津田、辻元、うん、でショートも含めたらカリステ、はい、リューク、うん、でここら辺が全員サバイバルやろ、はい、あと石垣か、うん、誰になるかもわかんない、わかんないよな、はい、ぶっちゃけ誰の本当にわかんない、うん、うん、誰が掴むんだろうね、ですかね、うん、で、サード、はい、石川やろ、うん、レフト、リカーソン、おー、新外国人か、うん、だってで、センターが岡林、だってライト細川でしょ、うん、そうですね、ここはもうだって、まあ最初はこれで行くよな、はい、じゃあ大島がもう補欠、でもディカーソン選手次第ってことですかね。うん、アキーノもんで丸からな、うん。どうなんだろうね。ディカーソン。アキーノみたいにディカーソンって言ってる可能性ありますけどね。またオープン戦の時打っちゃって、これディカーソンいけるやろっつって、はい。だからサバイバルは二遊間だけじゃん。うん、何気に上林もソフトバンクから取ったけど。いやそうなんですよね。別にないよな出るとこ。まあディカーソン選手次第ですか。うん、だって。大島もね、いるわけでしょ、うん、で、まあ、鵜飼ブライト、うん、ね、確かに、で川越加藤、まあ、細川選手が去年ぐらいやってくれるかっていうところも、うんうん、あとは俊太ね、はい、あそうだもういるから、うん、それだったら加藤とか俊太の方がスピードあるからね、うん、上林もめっちゃ頑張んないと、うん、そんな枠ないね。そうですね、うん、でそう思ったら渡来選手も来てもそんなにこうね、あれでしたね。いや渡来来てたらディカーソン取ってないんじゃん。確かにそれがあるかもしれないですね、うん、あもしくは渡来セカンド行けるからね。ああ渡来俺は中日取ったとしては内野で使ってたと思うよ。うん、外野じゃなくて、はい、なるほど。そしたらもう埋まるからね、はい、うん、だから津田と辻元とか内野取ってるわけでしょ。はい、だからでも本当に二遊間だけですね、うん、そう考えると。あとはもうディカーソン次第だね、うん、どこまで打つかね、はい、あと中田だな、中田効果がどうなるかだね、うん、正直ね、はい、ここがうまくはまればいいけど、うん、怪我だけ注意だね、うんうん、で2年目の細川がね、はい、どうなるのかっていうところと、大島さん出さなくても本当に大丈夫なんですかっていうね、はい、何気に小林大島の出塁率えぐいぞ。いや本当そうですよね、この2人、うん、そのだっていわばさ、ドラゴンズの最大の致命的欠陥は出したランナーを返せないことじゃん、うん、出るランナーも引っ込めたら、うん、どうやって点取んねんって話だ。岡林選手、大島選手って本当出られる選手ですからね、うん、そこの、ね、大島をもう補欠にするって、うん、結構勇気あるよね。ありますね。そんだけリカーさん打つんかな、うん、そうですね。てただでさえ点取れないのに塁に出るやつ、うん、でしかもリカーソンと大島併用ってちょっとイメージつかんやん。そうですね、正直、うん、大丈夫なんかな。大島選手常にランキングトップにいますもんね、いつも。なるほど。それだったらもう思い切ってサードのやつとか取った方が良かったんちゃうかっていう。あ、外国人、確かに外野じゃなくて、うん、そこがなんか打線的にどうなのかなっていうところがあるから、やっぱ何気にディカーソン、うん、結構でかいよな、10月、うん、とかやらなきゃいけない、はい、もう本当に打てなかったらすぐいなくなる可能性はね、でもありますね。いや別にいなくなってもいいと思うけどね、大島選手でやれればうん、俺はそこは大島の方が俺はいいんちゃうかな。なんかバランス悪いよな、だって出る選手がいなくなったら、はい、そもそも点取られへんくなるやんっていう、うん、それだったら本当もう石川じゃなくてサード外国人とかでもよかったんちゃうかって。でぶっちゃけ石川に外野の練習させて、うん、大島と併用した方がいいんちゃうかな。あ、確かに年齢的にも、うんうん、だからあとビシエドの使い方、ここら辺の使い方どうするかだね。ビシエド選手もないじゃないですか。そうそうそう、だから代打で、代打の一番手じゃない、うん、正直。
右のだ中地いるんですからね。中地もいるね。確かに。いやこれ危ないよ。下手したらもうビシエド、中地、中田翔って一軍に全員いたら、うん、これきつい、危ないよ、うん、正直。しかもディカーソンの守備がまあ見てないからどんなのか分かんないけど、うん、ディカーソンの守備方もいる可能性あるからね、はい、何気にちょっとこうやって見たら俺4位にしたけど順位予想、はい、大丈夫かなって思ってきたな俺。なんか個々の選手良くてもこうなんかこうねバランスがね、バランス悪くなってきそうな感じが。ちょっと野手ね、はい、でピッチャー、はい、先発ローテーション柳でしょ、はい、上の方高橋宏斗でしょ、はい、で小笠原でしょ、うん、大野投手は大丈夫なんですかね。ね、もういける。一軍スタートするんですよ。はい。涌井投手。うん。ね。はい。ただ1、2、3、4、5。確定ちゃうやん。だってメフィア。あ、いいっすかね。うん、メフィアの方が確定やろ。どっちかっていうと。だから 1、2、3、4、5、6埋まったよ。埋まりましたね。まあまあでも埋まるよ。うん、でここでまあ涌井とかベテランだからそこにまあ。梅津とか、うん、あとは中地とかで、まあ、たまに福谷とか、うん、あとはまあ上田とかが入ってくると感じちゃう、はい、バランス的にはね、はい、そうですね、うんうん、でリリーフが、ライデルね、はい、ライデル、うん、ヘリスで松山ね、はい、で清水ね、清水で藤島、はい、勝野、うん、で斉藤、うん、1、2、3、4、5でも岩崎がね、うん、岩崎が、ね、うん、復活してくる可能性もあるけども、うん、田島祖父江、福、うん、もうその辺がねこうずっと担ってましたけどね、砂田、橋本ベテランだからっていうところやろな、はい、でも絶対確定なのはフェリス、ライデル、勝野、藤島、清水、松山、うん、斉藤、もう7人まだ7人いますね、うんうん、だからまああと1人とかだね、はい、でまあ草加くんがね、ちょっと草加くんがね、うん、肘ね、はい、離脱、うーん、どうしよう、羽生、うん、呼べる羽生さんってでもいやでもこの人、羽生さん跳ねやんだって、あ、そうでしたっけ、あ、そっか、うん、あれ、これ羽生ですよね、羽生です、うん、羽生です、呼べる、呼べました、第一、いきなり最初、いや、あの私スポナビの配信の時にこれが読めなくてあれこれなんて読むんでしたっけってなったんですよ。いやだってもしね、そしたら申し訳ないよ、はい、申し訳ないけど、うん、一番最初パッて見たら、はい、どうしようって思う、どうしようどうとかね、だってどうしようさんいるじゃん、あのレスリングの金メダリスト、この女性のどうしようなんですか、これじゃない、あの賞はね多分このこれついてたと思う、ああこれじゃない、これついてなかったかな、うん、で加藤ね、はい、いるけど、まあでもピッチャーは安定してるな、うん、やっぱり、はい、でその次に来る選手たちもね、うん、いるからね、はい、でベテランがそこをサポートしながらっていうところで、うん、ピッチャーはいいね、うん、まあ、安定してる、10敗カルテットって言われたのが、うん、打線が打てば10勝カルテットになったらそれはもう、もういけます、ね、A クラスいけちゃうから、うん、やっぱり打つんやな、うん、そうですよ、そうですね、打線ですね、やっぱ二遊間とディカーソンやな、うん、あとだからまあでも細川、石川のこの2人の若いのにもかかってるけどな、はい、今年も大丈夫かっていうね、やっぱブレイク2年目も気になりますよね、細川選手がどれぐらいっていう、うん、だからその打線の中でもう安心できるの岡林だけやもんな、うん、正直あとは頑張ってもらいましょうみたいなね、なんなら大島選手も結構安定感あるそうそうそう、でも外してくるそうなんですよね、外してくるからね、うん、だからやっぱり打線やな、はい、ちょっと未知数あるからな、うん、だからサバイバルで勝ち取った二遊間がどれだけ打ってくれるかっていうのもね、あと層薄いからな、はい、結局は、うん、なんかあった時のお助け選手はいるけども、はい、それが絶対的なレギュラーなる力があるやついないのと、うん、若手の付き合いがないから、うがいとかブライトとかのね、はい、なんかうーんって感じやな、うん、やっぱりハマったらね、はい、ハマったらなんかグッといきそうな感はあるんですよね、でもハマったらちょっともうどこも一緒やからね、まあ、確かにそうですね、うん、でもピッチャーがいいだけにもったいないよな、もったいない、うん、野手やな、うん、野手次第やな、そうですね、だからディカーソンと二遊間の戦いをキャンプは見に行こう、そうですね、うん、もうブルペンとか見とかなくていいと思うよ、誰がつかみに行くかっていうね、二遊間、うん、ブルペン楽しみないもん、うん、正直、もうなんかあとはまあ宇別のね、あ、こっからの復活をね、うん、俺は個人的に楽しみにしてるけども、うん、あと岡田が怪我しちゃったからな、はい、復活頑張ってほしいよな、はい、うん、
もう一踏ん張りね、うん、っていうところはちょっと頑張ってほしいなっていうところもあるけども、はい、あとはこの津田と辻本のね、はい、ルーキーと二遊間のこの、うん、だからあの去年まではロッテのねショートガチャあったけど、うん、今ドラゴンズの二遊間ガチャ発生してるから、はい、誰が勝ち取るかね、うん、ほら勝ち取らなかったこれ来年、はい、明治大学行ったらやばいよ。さすがに行かないじゃないですか。え明治で村松くん取ってますよ。いやまた行っちゃうんちゃう。明治からの明治で二遊間行きます。二遊間明治明治で。あまあまあそれハマってくれたら明治は万々歳ですよね。今年だあれ上田行っといたら明治明治明治やってる。ダメでしたね。うん、サードショートセカンドみたいな。はい。ほんまね。明治明治明治。めっちゃ偉い。はい。明治。明治好きだからね。で星野さんも明治やしな。はい。おわい。で川上健司さん明治やしな。はい。明治ラインだけど、ね。小笠原も明治やし。おわい。何の話や。つなぎってちょっと。分かんない。一個分かんないよ。これ注目したいね。そうですね。だからあの、うん、明治のキャンプにドラゴンズのスカウトもいるかどうかチェックしていた方がいいよ。うん、はい。いやもうこの選手たちが勝ち取ってほしいですよ。かっちり。うん。うん、そこはね、はい、あの気にして見ていきましょう。はい。